はい、というわけでね、鷲羽山展望台に到着しました。瀬戸内海がね、非常に美しいですよね。向こうに架かる橋は瀬戸大橋ですね。ということで、まあ、去年は、ね、残念ながら雨だったんですけども、今年は快晴ということでね、すごい数のね、R30 スカイラインが集まってますので、早速ね、撮っていきたいと思います。でね、ここはあの倉敷なんで、西日本方面からね、R30 スカイラインなんでね、こぞってやってくるイベントなんですけどもね、このように箱スカなんかもね、来たりしますんでね、ちょっと撮らせていただきましょうね。はい、ここにね、箱スカがありますね。白は綺麗な。ということでね、ちょっとここに来ている車をね、ざっと見ていきましょうね。あの来ている車は全部 R30 なんでね、詳しい説明はね、後からね見ていくことにして、まずはね、ざっと会場に来ている車を見ていきましょうね。桜も咲いてますね。綺麗ですね。ガンメタ黒のね、サンマルのスカイラインがね、3連星できましたね。はい、というわけでね、今年はね、去年にも増して台数が増えていると思いますね。はい、ね、この集まった R30 をね、1台ずつ見ていきたいと思いますので、楽しみにしておいてくださいね。
九州軍団がねやってきましたね。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。こちらこそ。今日はね、見た目変わってないよ。あ、そうなんですか。見た目変わってないけど、言ってもたぶんあるのだから。何が変わったんですか。え、リアルキャンプはまじで。それは分からん。それは多分分からんですね。よかったら、あの、名刺をもらってください。もらってください。今更今更なんですけども。もっと見ろっていう合図なんで。はい。本件で、あと、言うんで。ジャンプしてもらって勝った人から選んでいくという形にしていきたいと思います。大将グーじゃんけんぽいグーのパターグーで今1,2,3,4,5もうグーのパターだけでいきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。この人数だとアイコン。じゃあもう一回僕で勝負しましょう。ごめんなさいね。僕で勝負して最初はグーじゃんけんぽいグーじゃんけんぽい。あー、いけた。はい、じゃあなに、なに、そうなんだよ。何言ってる人生は。もう無理だもん、これ。あ、博多通りも、博多通りも。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。お米ゲット。プラモデルですね。テッカメのプラモデル。これ何なんですか。当時物のなんか。そう、カセットケースみたいな。カセットケース。へえ。このスカイラインいいですね。これ当時のやつなんですかね。観測用のやつ。へえ。貴重なグッズですね。はい、それではね、順番にね、撮っていきましょうね。これからはサンマルスカイラインをね、順番に撮っていきましょうね。まずは前期のね、ガンメタ黒のスカイラインですね。前期、僕ね、まあ、鉄仮面に乗ってるんですけども、前期が好きなんですね。この顔が非常にかっこいいですよね。で、3本グリルにね、このヘッドライト。で、この車は、フロントスポイラーを装着していて、フェンダーミラーね、装着車ですね。非常に珍しい。フェンダーミラーを装着している車はね、本当にあの最初の方の車なんで珍しいですよね。で、アルミアロンシャンですね。サンマルスカイラインにロンシャンはね、かっこいい、かっこよく決まると思いますよね。で、ここにね、まあ、ドアミラーにできるようにもね、なっているんですよね。でリアもね非常にかっこよくね落とされてますね。あ、このチームね、まあ、この車がそうじゃないかもしれない。さっき箱スカの車もこれ貼ってましたね。よみがえるというふうに読むんですねこれね。はい、リアから非常に綺麗ですよ。このテールランプはね、このテールランプ結構あの色あせてね
赤っぽくなってる個体が多い中ね、この外側のリムがねちょっと黒っぽいんですよね。この黒が黒っぽいのが残っているっていうのが非常にね珍しいんですよね。はい、でこれ塗装されてるんでしょうかね。このガンメタのラメラメがね非常に綺麗に輝いてますよね。はい、リアのサーフィンラインにかぶるこのリアタイヤがね非常にかっこよく決まってますよね。で室内ナルディですね。ナルディに水中化のシフトノブとで綺麗な感じのね室内ですよね。でリアはね史上最強のスカイラインのタオルがねかけられてますね。まあ、当時ね200馬力を超えながらね4気筒なんで GTR のね冠はもらえなかったという、だからその代わりにね史上最強のスカイラインのキャッチコピーがね与えられたんですね。というわけでねフェンダーミラーが非常に希少なね前期のスカイラインでしたね。はい、こちらガンメタ黒の鉄仮面ですね。フロントスポイラーダクト、ここにねダクトが開いてるんで、これターボシーと言われるねインタークーラー付きのねスカイラインでしょうね。このインタークーラー付きのねターボシーがね一番スカイラインの中ではね馬力が出る最上位機種なんですね。こちらもねアルミアロンシャンですね。先ほどの車同様ね鉄仮面にはねロンシャンは結構似合うと僕は思ってますね。こちらフォードアなんですけども、フォードアでもねアルミを変えて車高をね落とせばね非常にレーシーに決まるんですよね。それがスカイラインなんですよね。ステアリングもモステに変えられてますね。でレカロシートがね助手席にもね レカロシートを装着しているというね走りの内装ですよね。 RSX 専用のね赤黒のねモケット生地ですね内装は。はい、というわけでね非常に走りも抜かりはないぞという感じのガンメタ黒の鉄仮面でしたね。はい、こちらね赤黒の鉄仮面ですね。この車両もねダクトがね開いているんでねターボ C なんじゃないでしょうかね。でこのこれウォッシャーノズルなんですね。まああの R30 乗りならね当たり前の知識なんですけども、ここから水が出てねヘッドライトを掃除できるというねウォッシャーノズルなんですね。でアルミは渡辺でしょうかね、これ渡辺の3ピースなのかもわかんないですね。でこのようにね30スカイラインのかっこいいところはここにねこのステッカーが貼って4バルブ DOHC RS ターボで、この右にねインタークーラーがついてるんでターボ C と言われるね史上最強のスカイラインでしたね。で内装非常に綺麗ですよ。ステアリングはナルディっぽいステアリングに変えられてて、この赤と黒のモケット生地ですよね。これが非常にね色褪せてないんですね。非常に綺麗な状態ですよ。僕のね鉄仮面はもともと黒と赤のストライプだったんですけども、まあこの赤と黒っていうのがね僕は好きですね。非常に綺麗な内装ですね。これメーカーオプションなんですね、このスカイラインというねこのやつはね。で DOHC RSX ですね。この車両はねこのマットガードっていうんですかね、マットガードっぽいのもねこれ残ってるの、これ希少なんですよね。純正です。あ、純正なんですか。これないですよね、もう。もう非常に希少ですよね。オーナーさんがねちょっと純正ですと、ちょっとだけ触っていいですか。あ、やっぱり売れたんですね、純正なんでね。売れたんですよ。非常に極太のマフラーをね装着されている。内装もめちゃくちゃ綺麗ですね。あの赤黒のあんな状態の、まあ、綺麗な方だね。いや綺麗な方というかめちゃくちゃ綺麗です。こんな綺麗なの見たことないですよ僕。あ、この色はこれ、これは直した。あ、これは塗ってあるんですね。30年ぐらい前に直してる。それでもめちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。これ純正色なんですよね。純正色に塗り直したんですね。色あせちゃうんですよね。ということはずっとワンオーナーで乗られてるんですか。僕は2オーナー目なんですよ。あ、そうなんですね。いや非常に綺麗だなと。これウォッシャーノズルってこれもしかして出ます、水。うわー、出したことはないな。そうですか。出したことはないけどどうだろう。いやいいです。もし出るんなら見させてほしかったなと思うんですけど僕もこれ出てるとこ見たことないです。というわけで非常に綺麗なターボ C でしたね。
ありがとうございます。はい、こちらもガンメタ黒の鉄仮面ですね。フォグランプがついてますね。これは後付けなんでしょうかね。後付けのフォグランプをつけている。こちらもダクトがついているんでターボ C かもわかんないですね。で、アルミは林ですね。林ストリート。で、この RS ターボのねステッカー、これ確かオーナーさんの手作りだったと思いますね。なんか話を聞いたような気がします。はい。で、純正風のねリアスポイラーを装着されていますね。あ、このね、このトカゲ見たことありますね。はい、このトカゲが可愛いですね。で、室内もモンステに変えられてて、勝手に取っちゃってすいません。いいですか。これで純正でした。これ純正です。ちょっと触っていいですか。これウレタンなんでね、これ純正スポイラーですね。はい、デカロシートに変えられててね、はい、モモステで、内装はね、もともと赤黒のね RS 専用のねモケットシートになってますね。というわけでね、ガンメタ黒のターボ C でしたね。はい、こちらは前期の赤黒ですね。この感じね、かっこいいですね。赤と黒、この3本グリルがねガンメタになっているのは純正色でしょうか。で、アルミはね SSR ですね。西部警察のね仕様でしょうかね。僕もね西部警察のこの仕様に憧れてね、赤黒のボディにゴールドのメッシュというのね組み合わせにしているんですけども、おそらくこのオーナーさんもそういう西部警察世代なんじゃないでしょうかね。で、このフロントスポイラー珍しいですね。これ純正、あ、スカイラインって書いてますね。もしかしたら純正かもわかんないですね。これこのね非常に珍しいスポイラーですね。で、アルミはゴールドの SSR ですね。で、リアはね純正のリアスポイラーがついてますね。これももしかしたらウレタンかもわかんないですね。この感じがねウレタンっぽいですよね。ウレタンだったら純正ですね。で、このマットガード、このマットガードは珍しいんでしょうかね。後期は結構珍しいんですけども、前期でこのマットガードがついているっていうのはどうなんでしょうか。珍しいのかもわかんないですね。で、あ、ここにね赤色灯がついているんで西部警察ごっこを楽しめる仕様になってるんですね。で、ステアリングはね純正のステアリングに、手持ちのところだけなんかカバーがかけられてますね。これもきっちりね赤黒のカバーなんでね、スカイラインを意識したねカバーになってますね。で、このシートもねノーマルじゃないんですけども、これも赤黒になっていて、この辺はオーナーさんのねこだわりなんでしょうね。というわけでね、非常にこのフロントスポイラーが珍しいなと思った赤黒の前期でしたね。今年も出ましたよ皆さん。今年も現れたスカイラインシルエット風のスカイラインですね。なぜこんな光もねワークが入るのかといえばね、ブリスターフェンダーがだからですね。このねフェンダーがねブリスターフェンダーになってるからなんですね。見てください、このね迫力のブリフェンを見てくださいよ。これ黒にね結晶塗装されてますね。非常にかっこいい。で、このタコの足のようにね湾曲したこのタコ足ですよ。すごいですね。